ばんは。うわ、今日お仕事終わってプールで泳いできたっていいの。今日はカラーズの、シーンのね、ゼップ名古屋で行われるカラーズのイベントのリハでした。 S のみんなとリハをしてきました。めっちゃくちゃ暑い暑いけど多分それ以上にみんなも暑くなるぐらいコールが追いつくのかなってぐらい盛りだくさんっていうのか、チーム S と一緒に夏を始めてくださいってぐらいの内容になっております。お楽しみに。まだチケットゲットできるみたいなので、14日も15日もまた内容が違うので、遊びに来てくださいな。ねえ、ランウェイも楽しみだよね。まだね、ランウェイがどんな感じになるかわからんくて、まあインスタライブでね、コラボとかした時にいろいろちょこっとネタバレがあったりして、そう、2日間出るねんの。チーム S 全員が出るのは14日です。ちなみに知ってるか。ぜひぜひ15日も見に来て。衣装もね、可愛くて2日間で違うので、ちゃんと今日はリハデーなのですっぴんで行った。でもさすがに一日こういっぱい踊ったら顔のむくみがしっかり取れたむくみに敏感、松本千佳子、むくみやすいので。ね、今日ね、その当落、鉄なと、あと16日のエスコアの当落が出てたっぽくて、当たったかな、みんな。そう、むくみがね、いい感じで、やっぱ夜になると一番コンディション良くなる。あ、サメが泳いでた。お、鉄な当たったよって。久しぶりにエス公演も土日にやったりで、なかなかさ、めっちゃみんなと会えるくない？期間金土日連続で会える人は会えるんじゃない？ゼップのイベントからの劇場公演あったりで、やばい、ちょっとそろそろいろいろ焦ってる。覚えることがいっぱいだ。汗汗してます。よし、でも今日一段落、一旦今日のリハやったからちょっと安心したけど、でも手綱も思い出さなきゃ。なんでむくむんだろう水分塩分の取りすぎじゃない？やっぱ動いた後はね、一緒に駆け抜けようね、みんなで。うん、チカピはできる女子だから大丈夫。大丈夫じゃないよ、頑張るよ。でもやっぱり思う、大変な時こそ、辛い時こそ、なんか嫌な顔してやるんじゃなくて楽しい気分でやりたいなって思う。もちろんへこむ時間も大事やけど、なんかその時間をずるずる引きずるよりはね、楽しく
やってる方がいいよなって思った一日でした。吐き出せるところがあればね、そこで吐いて、そう、辛い時には空見上げるんだ。辛い時には空見上げるんだ。あかんかん、ネタバレ。これは本番お楽しみに。ねえ、鉄の入るの初めてとかさ、久しぶりっていう人がいっぱいコメントであって嬉しかった。まあ知ってるんだけどね、チカのこと好きな人も鉄田に入ってることだから、何年ぶりっていうのが正解なんですけどね。熱っ。鉄田はどんな経緯で出演決まったの？出たいって言った。担当直入に言いますと、ずっとネバネットにも出ないのって言われてて、タイミング逃しててやっとやねんけど、お待たせしましたっていうなんですけど、立候補でやりたいと思って。でもこう、まあ、純粋に自分が久しぶりに出たいなっていうのプラス、みんなにも出てほしいなっていう声があったのプラス、こう一緒にエス公演出てるメンバーの子たちがこう鉄田の話してたりとか、ちかさん出ないのとか、そういう風になんかみんなの頑張ってる姿に感化っていうのされて、まあ、出ようって思ったかな。だしやっぱり劇場ってどこにいてもみんなは絶対見てくれてる場所だなって改めて思うので、劇場立ってる時間ってすごい楽しいし好きだし、そこで好きになってくれたファンの人も多いので、だからみんなに見てほしいな、プラスもっと今以上に熱くついていきたいな、応援したいなっていう風にみんなにその気持ちが伝わったらいいなと思って立候補しました。遅くなってしまったけど、あら、平日だけど夏季休暇使っていきますって、嬉しい、ありがとう、貴重な夏季休暇を。だしこうみんなと今よりね、今以上に前以上にっていうのかな、頑張りたいっていう気持ちがより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 強くなったので、なんかあるチャンスは、チャンスは正直みんな平等なので、それをなんか待ってるんじゃなくて改めて掴みに行こうっていうのです。ある意味鉄菜の時間はね、まあ多分自分が一番先輩なのかな、チカがその一番先輩だけど、正直リーダーとかなんか関係なく、ある意味シャッフルなので関係なく、なんかのびのび楽しめたらなと思うので、昔の末っ子チカちゃん、末っ子にまではいけへんかもしれんけど、17歳16歳ぶりの鉄菜なので、まあ、成長した鉄菜をお見せできたらなと、当時見てくれてた人にはね、でも今回初めて見てくれる人にはなんか、まあ現役学生とか JK とかではないけど、今の自分にしか見せれない表現で見せられたらなと思うので、楽しみにしててね。まあ自由に暴れてきます。暴れてくる。ね、他チームのメンバーと出れるのも嬉しいし、しかもさ12人なんだよね、鉄のって16人じゃない分、なんかよりある意味景色もっと見やすくなると思うので、なんかそれも楽しんでもらえたらなと思います。やっぱり劇場公演といえば16人やけど、こうまあ6人8人12人ってやってきて、ある意味なんかその人数のその良さもたくさんあったので、12人
の12人しか見せれない楽しみをみんなにも見せられたらなと思います。鉄道の衣装似合うかな。中盤のあのあるじゃん、チェック柄のね、黄色ピンク青色緑かな、黄色もあった、あ言ったか、4色あるやんか。それも何になるのか。歴代今までピンクと青着てて、あとチームカラーで黄色着たかな、着たことがあって、何色なんやろ、楽しみ。それもあと個人的にアンコールのさ、ロープと火曜水曜のあのデニム柄のジーンズ生地のアンコール衣装も実は地下好きで、あれは好きなんだよね個人的に。でもあの衣装ってさ、早替えすぎるから自撮りする時間とか全くなくて、でも実は好きな衣装。でも7月19日でしょ、4ヶ月には4ヶ月後には誕生日って思ったらちょっとなんかビビるねんけど、早い1年。今日椎茸さんの椎茸占いの下半期の占いを見てて面白かったみんなも見てみて、星座だからね、星座だから結構さ当てはまる確率は正直高いやん。正直2回正直言っちゃった、やねんけど、めちゃくちゃ当たってるくない、気持ちなんかなあれ、めっちゃ当たってるって毎回思う。なんかね、今回なんかぼちこれからぼちぼち復活しますみたいなあって、そうだね、誕生日は素敵な日です、ネガティブ禁止です。それな、みんな年取るからね、楽しみ、誕生日でいっぱいケーキ食べれるの。みんなも椎茸占い見てみてね。いやわかる、いいことしか信じなくていいんだよ。でもまあ占い師さんによっちゃさ、あめっちゃこの当てはまってる人少ないなみたいな占いとかもあるやん。それこそ星ひとみさんのだからタイプ別いろいろあって、なんかなんだっけな、なんて占いだっけな、あれ結構当たってるんだよな。教えてあげようみんなに。転生術ってやつが結構なんか限られてそうだなと思って。転生術っていうのは12個あって、タイプが月型、地球型、太陽型だね。でそれぞれに4個ずつあって、満月、上限の月、下限の月、新月、空、山脈、大陸、海、朝日、真昼、夕焼け、深夜があって、あでもこれも正直さ十二星座と一緒か、あ結局一緒かも、一緒だけど結構ねこれ好きだよ、タイプ、そう山脈タイプとかあっていろいろ。恥ずかしいな自分のやつ。12転生術はですね、あの天、天の天に星の方です。ちなみにこれはねどうやるんだっけな、なんかね調べ方があって、ちゃんと
かいろいろさあるのよ、まあ、例えば今パッて見たやつね、地球型の空ってやつだったら負けず嫌いな頑張り屋とか、月型の加減の月って人はノリで勝負な愛嬌の達人とかあって、面白いんだ。占いサイト登録してないよ。なんか一時期ちょっとなんか登録したものがあるけど、してない。占い趣味。趣味占いです。そう、分類が面白くて。かっけ。地球型の海の人とか、二面性を持つ完璧主義者だって。ちょっとやってみて、みんな自分のやつ。タイプ。ね、しっかり占い好き。なんかストーン持ってて買ってんけど、なんかまさかのなくして、でもなんかそういう時ってそういうきっかけらしいよ、なくしたタイミングがっていう風にプラス思考で考えてる。まあね、人それぞれだからね。チカのちなみにタイプはね、マイペースな影の努力家らしい。マイペースなのかな、マイペースな自信はないけど、正直マイペースなのかな、なんかせっかちな性格だけど。まあこういうのを見て楽しんでいます、私は。参考にしつつ、マイペースなのかな、近くないんですけどね。っていう、なんかめっちゃ脱線したぞ、鉄なから。嫌なことも信じるけど参考にしつつですかね。いやー危ない、変な壺とか買いそうだもん。買ったことないけどね。そう、鉄菜のお話してたの。19日、今日当落が出たのでみんなと話してた。でも鉄男ももちろん今ね、まあ、当落出て16日のエスコインもそうだし、出て14、15日はゼップの上でカラーズのイベントがあったりと、夏が始まるよ。それこそ14日のカラーズはめちゃくちゃ夏を感じる内容になっていますので、もちろん SKE の部分もそうだし、こう普段見れない楽曲とかもあったりするので、その姿も見に来てほしいなって思う。メンバー全員が輝いてるので待っております。夏始まるよ。夏が始まった、いつかした傷つきつかった。あー嬉しい、アイアイ公演もやっと日曜に来たので、お初のお友達と一緒に行くの嬉しい。ぜひちかこちゃんのことを好きになってもらえるように頑張りまする。あ、そう、生バンドでちょっといろんなとこにさ会話が行くねんけど、今から話すのはカラーズです。生バンドってのもちょっとまた素晴らしい。それこそさ、ライブみんなこう見に行くことが最近増えて、ちょっとなんか歌うことに対してのモチベじゃないけど、大して上手くないけど、あ、歌いたいみたいな
のが強くなってて、お風呂で熱唱してるまあそれがカラーズで披露されるのかも、お楽しみに。本当に音楽好きな人は特に来てほしいかな。みんな好きか。いや歌って深いよね。生バンドでのパフォーマンスは見てる側も楽しい。だって嬉しい、絶対楽しいんだと思う。あと4分だ。あ、そう、カラーズは撮影タイムもあるらしくて、どこの部分であるか分からんねんけど、あるらしくて、撮影タイムもあったりとお見送りもあるみたいなので、みんなで最後バイバイって言えるので。髪の毛何色なのって、これね、もうオレンジなんですけど、ちょっと今抜けちゃってるんですよね。一応オレンジなんですよね。いや、かっこいいよね、生バンド。それこそさ、リカちゃんとアイリのライブ見に行った時に、二人のもう本当にオールほぼほぼほぼ弾き語りで、めちゃくちゃかっこよかった。聞き入っちゃうよね。まあそっちって正直コールをするというよりは聞き入っちゃうねんけど、今回のカラーズのイベントは聞き入っちゃう部分もあるし、みんながコール出せる部分もたくさんあるので、ぜひぜひ。そしてですね、皆さん、あと3分です今握手会の、好きになっちゃったの、握手会トーク会ツーショット写メ会の余裕受付が始まっているので、ぜひみんな会いに来てください。遊びに来てね。多分年内ラストになると思うので、今のところみんなと話せる時間は、まあ手伝いの感想だったりカラーズの感想だったり、それこそサマーツアーの感想だったり、9月なのでね、ちょっと先が空くんですけど、ね、浴衣のお袖も楽しみだし、いろいろどの日程に来ても楽しんで、楽しい時間を過ごそうね。いや早いよ、だってもうさ上半期終わったんだよ。ねえ、終了まで1分前ですと、ありがとう。また明日も暑いけど、みんな体調に気をつけるんだよ。最近なんか風邪流行ってるから気をつけるんだよ、本当に。しかもおやすみ。今からお風呂に浸かって寝ます今日は。あら、今起きたって人いる。遅い。もう終わるよ。ありがとう。また明日も配信する予定なので、明日はメイクしてする。今日すっぴんだったから。バイバイだよ。最後の最初で、最後、スクショタイム。